んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは体を大切にするです。あなたは持病がありませんか？食事制限をしなくてはならず、薬も毎日山ほど飲んでいる。今まで散々好きなものを食べ、好きな酒を飲み、したい放題してきたのではないですか？それなのにもうそれができなくて辛いですね。でも時々また不摂生をしていませんか？ちょっとだけと言いながら医者に止められているものを食べる、家族に怒られると、おいしいものが食べられないならさっさと死んだ方がマシなんて言っていませんか？あなたの命はそんなに軽いんでしょうか？もしあなたがそんな人の家族ならば、不摂生するのを見るとそれだけで腹が立ってきますよね。これ以上体が悪くなって寝たきりにでもなられたら、こっちまで不自由になってしまう。でも言っても聞いてくれないから、喧嘩にならないようにと思って黙ってしまう。結局節制はしてくれず、やっぱり体に良くないことをしている。今日の誘導瞑想はそんな持病のある人とその家族のために作りました。一番良いのはもちろん本人が聞くことですが、本人はもう体を大切にしようという気があまりないという時には誘導瞑想を聞いてはくれませんよね。でも家族が聞いても効果がありますので、ぜひ聞いてくださいね。ということで今日は不摂生をやめて体を大切にする誘導瞑想をお届けします。いつものように目を閉じて、自分を6歳の子供だと思って聞いてくださいね。3歳がイメージできるともっといいですよ。そこへ大人の自分がやってきて、あなたに話しかけます。あなたはちっとも体を大切にしないよね。体に悪いものを気にせずに食べているよね。好きなものを好きなだけ飲んでいるよね。そして家族に注意されても大丈夫と言い返して家族の言うことを聞かないよね。そして楽しく食べているのを自慢するように笑ってる、ほらどうだって言いたげだよね。大人の自分はそれで困っているんだよ。あなたがそうやって毎日毎日不摂生をするから体が悪くなってしまったんだよ。もうおいしいものが食べられないなら人生は終わった、もう早く死んでもいいって思うよね。だからまた健康なんかどうでもよくなって家族に怒られてる。確かに家族に迷惑をかけるよね。困ったね。あなたは自分の気持ちを食べ物でごまかしているよね。おいしい食べ物や飲み物を飲んでいる時が幸せなんだよね。それ以外は真剣に考えていないんだよね。あなたは人生というものを根本的に間違っているんだよ。人生はその場限りの楽しみのために費やすものじゃないんだよ。あなたは人生の本当の楽しみ方をまだ何にも知らないんだよ。仕事をしている時も仕事の本当の喜びがわからなくて、自分が奴隷のように感じているよね。人生に期待なんかしていないんだよね。金のために働いているだけで適当に働いときゃいいんだろうっていう気持ちで何年も生きてきた。そんな気持ちを食べ物でごまかそうとしていたんだよね。おいしいものを食べていないと一体なんで生きているんだろうって考えてしまうんだよね。あなたは勘違いしたんだよ。あなたは人生で自分が楽しいことばかりしていられると思っていた。好きなことだけしていられると思っていた。でもそれは子供の楽しみ方であって、
大人の楽しみ方じゃないんだよ。人生の本当の楽しみはね、仕事に打ち込むことなんだ。仕事で限界に挑戦して乗り越えていくことなんだ。登れないと思えるような高い山に挑戦し続けて高みに上がっていくことなんだ。それは感動する生き方なんだよ。それがわからないまま体が大人になってしまったんだね。でもね、結局あなたは今まで仕事をしてきたし、忍耐もしてきたよね。いろんなことを身につけた。人生を大人として生きるに必要なツールはもう持っているよ。だから諦めないで、もう一度人生を生き直してごらん。生まれ変わったと思って新しい生き方をしてごらん。本当は夢があったんだよね。それに今から挑戦してごらん。人生もう捨てたって思うくらいなら、後の人生はそれにかければいい。大丈夫、まだ間に合うよ。あなたにはあなたを大切に思う家族がいる。あなたに本当の人生を生きてほしくて、あなたを育てたお母さんやお父さんのためにも、あなたにはまだまだやるべきことがあるよね。だから感動する人生を歩みなさい。達成感に打ち震える何かをやりなさい。挑戦して勝って全身が震えるほど喜びなさい。あなたが本当に求めていたのは食べ物じゃない。そんな心震える感動なんだよ。それに向かって生きなさい。